はい、原付狩りをする覆面。はい、いやひどいよねそういうの。いるんですよ。どうやるかっていうと、覆面が前の車を煽る、その前の車の前に原付がいるんですね。前の車を煽って速度50キロ道路を50キロまで出させるんですよ。そうすると前の車の前にいる原付も50まで出さざるを得なくなる。そうなったらピョンって前出て捕まるんですよ。もうそこら辺よくやってますよ、新青梅街道。そんなのね、取り締まもうね、いじめて取り締まるぐらいだったら、鎮騒団取り締まるよ。鎮騒団が走っていっても、覆面パトカーとか警察の普通のパトカーなんかね、何にもしないですからね。全然追っかけ回さない。あれはねひどいと思う。うん、なんでですかね。警察関係の方いらっしゃったら教えてください。なんで通報、僕しますよ、結構積極的にしますよ。でも追っかけないですよね。一応まあ聞いてはくれるけど。でそこでね、原付勝ってるんですよ。まあ手っ取り早くポイントになるからかもしれないですよ。そういうまあいい警察官、悪い警察官いるんですよ、きっとね。いい警察官の方も僕いっぱい知ってます。うちのお客さんにもいらっしゃいます。でもね、悲しいから、人間ってのはやっぱ2種類に分かれちゃうんです。本人は悪いと思ってやってないかもしれない、原付というものを憎んでいるかもしれない、なぜなら原付というもののせいで大切な人を失っているのかもしれない。まあ分かんないですけども、そうやってまあいろんな感情を渦巻く中で、原付っていうのはターゲットにされやすいんですよ。だからこそ 125cc を早く解禁したいのがいいんですよ。 125cc だったら30キロ制限ないですよ。で50キロ道路50キロで走ったって、40キロ通り40キロで走ったって全然 OK なんです。車の免許さえ持ってれば、交通教育ちゃんと受けてるわけですからね。別に走っても問題ないし、安全に対して意識があるし、逆にね、4輪の免許取るときに30分でも1時間でも2輪の話が入ればいいんです。てか入ってると思うよ、すでに。全然僕がね受けた時は入ってた。どういうふうに入ったかっていうと、2輪の時の視界と4輪の時の視界だと、4輪の方が視界が広い、2輪の方は視界が制限されるから2輪は前が見えてないみたいな話は入ってました。でも実際バイク乗り始めてから、そんなのヘルメットによるんですけどもね、はい、っていうふうなあれがありますけど、車の方がピラーがあるから見づらいと思う、まあそれはまあ余談ですけども、まあそういう現実もありますので、早く125cc を普通免許で乗れるようになるといいな。まあ、ここ 1年ぐらいじゃ無理だろうとは言われてますけども、東京オリンピックまでには僕は乗れると思います。はい、だから、まあ、今まで普通免許持ってる人はそのまま行けるのか、新規で取る人が125がついてくるのかわからないですよ。はい、わからないですけども、まあ、いずれにせよですね、規制が緩和されれば、少しこう住みやすい世の中になっていくんじゃないのかなというふうに思います。皆さんはどう思いますか。コメント欄フリーにしておきますので、思い思いのことを書いていただければ幸いです。皆さんのバイクライフのお役に立てれば嬉しいです。ホワイトベースの二宮翔平でした。ありがとうございます。はい、ホワイトベースのホームページが新しくなっております。はい、今までのホームページはなくなってます。で、新しいホームページはですね、動画のまとめ、それから、オートバイのですね、商品情報、そうしたものがをですね、詳しく載せて、いております。グーバイクさんの方もですね、今後とも活用させていただくんですけども、ホームページの方にはですね、グーバイクの方に載せきれなかった車両ですね、そうしたものをどんどん追加をしていきます。はい、で、ツイキャスとかですね、それからツイッター、フェイスブック、そうしたものも連動してます。で、ショッピングサイトは今まで通りオンラインショップの方で、ご購入いただく形になるんですけども、ホームページの方からもですね、新商品の方の情報が出たりとかいたしております。それからイベントやお知らせ等ですね、そうしたものもホームページの方に今後どんどん載せていきますので、ぜひですね、そちらの方もチェックいただければ幸いであります。はい、頑張ってやっていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ホワイトベースの本、ホワイトベース二宮翔平のとりあえずバイクに乗れ。はい、すいません、僭越なんですけども、こちらの本ですね、 amazon.com もしくはお近くの書店で手に入りますので、ぜひよろしくお願いいたします。マジで。